振り向かず美しく今を生きる高校生たちが紡いできた選手権の歴史。前回100回を迎えた感動の舞台は新たな時代に突入します。徳島県の決勝は2年連続伝統のライバル校対決となりました。昭和から平成、平成から令和、時代の変わり目の先頭を走ってきた水色のユニフォーム徳島市立高校、より攻撃的に進化させたスタイルで最強の挑戦者としてリベンジに燃えています。目指すは王座奪還です。去年チーム創立100周年の節目に100回大会の代表の座をつかんだ前回王者徳島商業高校、今年も強度の海山で鍛え抜いた足腰と復活の徳商魂で大会連覇を目指します。この試合の解説は徳島ヴォルティス元フォワード、徳島県サッカー協会技術委員長の恥俊明さんです。恥さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年連続同じカードになりましたね。そうですね、楽しみですね、楽しみにやってきましたね。どうでしょう、両チーム去年以上にパワーアップしてきてるんじゃないでしょうか。そうですね、あのチームとしてのなんか完成度が上がってるようなイメージですよね、準決勝まで、はい、より攻撃的に進化をしました徳島市立高校。そして去年はですね、11大会ぶりの頂点に返り咲いて全国大会に出場し、またさらに経験を積んできた徳島商業。県内ではこの両校の決勝戦は伝統の一戦と呼ばれるほど徳島のサッカーファンからも注目をされています。第101回全国高校サッカー選手権徳島県大会決勝、まもなくキックオフです。決勝で相まみえるのは実に20回目、県内最多オレンジと水色の決戦が始まりました。今最終ラインキーパーの藤さんも含めてボールを回しているのが水色のユニフォーム、逆襲の一高ブルーです。2年ぶり20回目の王座奪還、19回目の全国大会出場を目指す徳島市立高校、右から左に攻めるのが情熱のオレンジ軍団徳島商業高校。全国でも2番目の数字、41回目の全国大会出場を目指しているディフェンディングチャンピオンです。まずは徳島商業が仕掛けていきました。相手のハンドを誘ってフリーキックを得ています。まあ、橋さん、とにかくバージョンアップしてこの決勝の舞台、2年連続の対戦ですからね。そうですね、はい、早速なんか緊張感がもう伝わってきますよね。ありますね、ね。そして徳島商業高校8番大坪のフリーキックです。去年の決勝は4対1と徳島商業が制しました。その先制点はこの大坪のフリーキックから生まれています。ぐっと伸びてきてゴール前、そのまま流れてゴールラインを割りました。去年の再現を狙ったようなボールでしたね、橋さん。そうでしたね、はい、でもしっかりあの一高の方やっぱりね、もうやらせまいとしっかり体寄せてましたね。今年の徳島市立高校は春の新人戦、そして夏の県総体を優勝、県内3冠を目指すというこの選手権の舞台です。今年はとにかく攻撃的ですね。いや、そうですね、もう本当にボールを握りながらしっかり攻撃的に縦パスをどんどん入れていくチームですから、はい、まあ、その辺が今日の決勝戦も見たいですよね。間違いなく県内ナンバーワンのタレント集団といえますか。あ、そうですね、はい、この力もあります。10番の林が収める、この選手がエース。しかし囲い込んでこの組織の守備でボールを奪い返した徳島商業、13番藤村のスピードを使います。いや、今早速特徴の良さ出ましたよね、はい、奪ったボールをまず藤村選手が走る背後のスペース、はい、いや、今本当紙一重でしたよ。いや、もう去年解説で橋さんが感動的とまで言ったあのコンパクトな守備、はい、今年も健在ですね。いや、今日も健在ですので楽しみに見たいと思いますね。そしてその守備からのカウンター一発が特徴の攻撃のスタイルなんですが、今先頭に立っています13番の藤村、スピードがあります。最終ラインキャプテンの森が走って拾って、8番山さん、足元収まるが、ここも囲んで奪ってクリア。13番の藤村が落とす、オレンジの徳島商業右サイドに振りましたが、これはタッチ終わります。まずは両チームともに良さを生かそうという前半のこの主導権の奪い合いになってますね。そうですね、ここはロングスローは使いません徳島市立高校。両チームともにロングスローを投げられる選手がいます。徳島市立高校は5番の河合優馬、徳島商業は4番の湯浅雅人です。水色の徳島市立が相手陣地に入り込んでいこうというところ、キャプテンの小田から一度林に当てて、このこぼれ球右サイドに展開して16番の野々村が上がっていく。水色の選手が飛び込んできた、
徳島商業キーパーキャプテン森のクリアがありました。激しい接触になってここは徳島商業のフリーキックになります。立ち上がりから球際激しいですね。いや早速の徳島市立チャンスでしたけれども、はい、最後やっぱり森選手がねヘディングでゴール中を戻ってきてやっぱり駆け出してますよね、はい、ではここで今日の審判団紹介しましょう。今徳島商業の16番篠原に声をかけました。主審が松本大地、副審平島一輝と森博道、第4審は岩本明です。この試合は前後半40分ハーフの計80分、同点の場合は20分間の延長戦、それでも勝敗が決さなかった場合は全国大会の行方 PK 戦によって争われます。徳島商業が前線にボールを放り込んでいきます。8番の山座がこのボールを引っ掛けて水色の徳島市立前線に送る。グッと前にできた5番朝比奈のヘディング。オレンジの徳島商業左に展開して9番の本木善、テクニックがあります。股下を抜いてのグランダーのクロスでしたが、ここはキャプテンの小田博人がクリアをしました。では両チームのスターティングメンバーも見ていきましょう。まずは水色のユニフォーム徳島市立高校です。キーパーは17歳以下日本高校選抜にも選ばれています1番の藤沢春、センターバックは12番の瀬口俊介と4番山本光大の2年生コンビ、右サイドバックが16番の野々村大成、左がテクニシャン5番の河合優真、ボランチは7番キャプテンの小田博人と8番の山座拓人、サイドハーフは右に13番の吉田壮太、左は6番の河村壮真、ツートップは1年生11番の鈴木優也とチームのエース10番を背負います林修太です。最終ラインから一発で裏を狙っていきました。12番瀬口のボールでした。ではサブのメンバーご覧いただきましょう。キーパーは17番秋誠一郎、ディフェンダーは2番花房レオン、3番稲川春人、18番大江光輝、中盤14番の柴田優真、15番泉相馬、19番上田寛太、フォワードは9番の笠原壮太と28番の岡海里です。いやこのメンバーを見ましても橋さん、はい、本当に選手層が厚いですよね。あそうですね、はい、自身率いて10年目になる川野監督ですが、過去を見ても最も選手層が厚いチームを作ることができたと話をしています。全国大会で上位に勝ち上がるためには80分主力を尽くしたゲームを中1日で連戦で続けていかなければいけない、そのために準備をしてきた徳島市立高校です。左サイドからオレンジの徳島商業、4番湯浅のロングスロー、キャプテン3番の森も上がってきました。5番の朝比奈を狙ってくる、その上で12番の瀬口が弾きます。キーパー藤沢の手が伸びました。188センチの長身です。いや最初の特徴のロングスローを跳ね返す瀬口君の高さもそうですし、藤沢君のゴールキープ、はい、ハイボールへの対応もそうですし、やはり安定感ありますよね、どちらを見てもまさに空中戦全国クラスという徳島市立高校ですね、はい、では前線から今プレッシャーをかけていきます。オレンジのユニフォーム徳島商業のスターティングメンバーもご覧いただきましょう。一番右がキーパー1番の加州武です。センターバックは3番のキャプテン森照樹と5番の朝比奈寛太、サイドバック右に2番副キャプテンの中川泰斗、左は4番の湯浅雅人です。右サイドにボールが出ました。このボールを4番の湯浅がかき出します。オレンジの徳島商業です。スターティングメンバー続けます。ボランチは6番の谷沢海里と8番の大坪とはよく声の出る選手です。トップ下に16番1年生の篠原健太、サイドハーフは左に9番本木善、右はエースナンバー10番の吉岡直人、そしてワントップは13番、去年は怪我によりトレーニングキャンプには参加できませんでしたが16歳以下日本代表候補にも選ばれました13番の藤村優です。徳島商業サブのメンバーもご覧いただきます。控えのゴールキーパーは17番の佐藤匠、ディフェンダーは15番笹津亮、チーム唯一のレフティ、22番の高原壮太と24番の坂本幸政、中盤は7番新外泰と14番小山優馬、18番荒木瑠衣、フォワードは11番高岸海人と23番の竹下春人です。右サイド11番の10番の林がボールを持ちます。水色の徳島市立王座奪還を目指します。仕掛けていく、グッと入ってクロスが来た、吉田のクロスでした。今深いところ思い切ってえぐっていきましたね、橋さん。いや徳島市立サイドからチャンスを多く作ってますね、前半からね、序盤から、はい、ではその攻め込みます徳島市立高校ベンチの声も聞いてみましょう。今日ベンチリポートは島川美優アナウンサーです。はい、リベンジに燃える徳島市立、立ち上がりからピッチ内で選手同士鼓舞し合いながら引き締まった表情を見せています。川野監督は
相手藤村選手の一発に警戒したいということです。特徴もそこしか見ていないので迷いがないし、ひたすら前に出てくると。そして去年のチャンピオンは徳島商業で、自分たちはチャレンジャーの気持ちで受けずにリベンジ。深いところから大坪のクロス、藤沢の手が伸びました。今年はチャレンジャーの気持ちでリベンジしに行きたいということでした。画面捉えています川野博之監督です。今年はチャレンジャーという言葉が川野監督から聞かれました。はい、まあ、去年、まあ、悔しい負け方しましたし、今年は本当にね、もう絶対勝ちたいという気持ちが伝わってきますね。まあ、高校生時代は2年生の時に全日本ユース選手権、3年生の時にはインターハイで全国優勝しているという実績のある監督です。ペナルティエリアに入りました13番の藤村、瀬口が対応。このボールを13番の吉田が回収して、11番の鈴木のポスト、流れるようにボールが回っていきますが、最後はさせませんでした。3番の森、キャプテンのチャージ。いー、激しいスライディングでしたね。今ね、本当に絶対やらしたくないという気持ち伝わってきますね。このパッションの守備が徳島商業の武器です。はい、今年この両チームは高校総体県大会の2回戦で一度対戦がありました。その試合は3対0と徳島市立が勝利しています。まあ、去年の決勝という点では徳島市立のリベンジマッチ、県総体というところでは徳島商業のリベンジマッチなんですよね。そういうことですね。因縁浅からぬ伝統の一戦、ライバル対決となっている今年の決勝です。では徳島商業のベンチも呼んでみましょう。ベンチには野口七海アナウンサーがいます。はい、小西監督、先ほどから大きな声で指示を送っているんですが、試合前に選手たちに伝えていたことは、去年のことは過去のこと、今年は一校に負けているから俺たちに、10番の吉岡のクロスが来る、中でここは弾きます。野口さんどうぞ。俺たちに失うものは何もない、チャレンジャーとして戦おうということなんですね。戦い方としては守備から入って少ないチャンスをものにする、それだけですと話していました。もう狙いにブレがありません、橋さん。はい、もう本当にはっきりした形なんですけれども、しっかりこうロングフィードも高精度ですし、はい、競り合う前の藤村君とかもね、しっかりヘディングでスペースに落としてきてサイド攻撃完結させますから、すごくあの可能性感じさせますよね、攻撃にね。先ほどちらっと姿が映りました小西健太監督、平成2年生まれの32歳です。去年の100回大会全国出場の48校のうち最年少の監督として全国大会で指揮を取りました。開始10分を経過しましたが、両チームともにあの主導権握らせないぞという熱いデュエルが続いてますね。いや、そうですね、もう本当に主導権の握り合いということでね、本当球際が激しいですね。はい、まあ、これだけピッチの選手がファイトしてくれますと応援にも力が入ると思いますが、今年もですね、あの向かって左側の応援席は一校ブルー、水色に染まっているんですけども、その応援席には新人戸谷光アナウンサーがいます。戸谷さんどうぞ。はい、そのチームカラーの水色、一校ブルーに染まった徳島市立高校の応援スタンドです。今日は選手、保護者、学校関係者などおよそ200人が応援に駆けつけ、スティックバルーンと手拍子でピッチの選手にエールを送っています。また先ほどから鳴っているチャンスの時には阿波踊りの鐘を鳴らして選手を後押しします。去年のリベンジに燃える思いは応援席も同じです。まあ、全国大会に行きますとね、応援席のご当地感も一つ注目にはなりますが、ここはスピードを生かして13番の吉田颯太が飛び出していきましたが、こちらもスピードスター、オレンジの徳島商業4番の湯浅がうまく対応しました。ここも攻め込んでいくのは徳島市立高校、4番の湯浅がカバーに入ります。ここは外に出さず繋いできます徳島商業。このあたりのつなぎというのもね、今年新しいトライですよね。そうですね。さあ、相手のプレスをかいくぐって右の吉岡からクロスが来ました。12番の瀬口が弾く。さあ、このこぼれ球を拾って6番の谷沢、浮き球を13番の藤村、先に頭で触りましたがうまく声を掛け合って水色の徳島市立高校しのいでいます。まあ、徳島商業縦に速い攻撃なんですけれども、ディフェンスラインはじめすごく押し上げも速いので、やっぱりセカンドボールも拾ってね、二次攻撃につなげれてますね。はい、本当に。まあ、とにかく走って走り抜いてね、あのある時は夏には眉山でですね、階段ダッシュを繰り返して、はい、上り下りでのランニングをして学校まで帰って練習なんていうね。いやー、はい、それが生きてるんでしょうね。小松海岸で砂浜ダッシュもしてきました。その走り込みでは常に先頭集団に入るという4番の湯浅がクリアをしました。
情熱のオレンジ徳島商業です。走力が高いという意味でやはりあの徳島商業ずっとハイラインにしてるんですけれども、ディフェンスの時にハイラインにしてるってことはやはり背後にスペースがあるということでね、はい、徳島市立もそこを狙っていくんですけれども、やっぱり戻しのやっぱりスピードですとか走力が高いので、やっぱりそこでその走力でやっぱ勝負してますよね。しっかり対応できてますよね。さあそして徳島市立の武器です、5番河合優馬のロングスロー、ものすごい弾道で飛んできますからね、はい、鍛え抜いてきた背筋グッと伸びて低弾道、そして大きく弓なりのボール2つ種類を持っているという河合です。ここも長い助走からグッと伸びてきて中央だ、こぼれて逆サイドかき出す、12番の瀬口を狙ってきました。まだ長身の瀬口はゴール前にいます。今度は左サイドに向かう河合優馬、ロングスローにもさまざまな弾道があるんですけども、はい、あの鋭さといいますかライナー性で、うん、まるでキックに近いような弾道ですよね。そうですね、はい、まあ、先ほどは少し山なりでしたけども、はい、今回どうでしょうか。ニアサイドに4番の山本光大がいます。この選手は180センチ、12番の瀬口が184、その瀬口は中央伸びてきて瀬口を狙ってくる、キーパーのカッシュが飛び出していきました。4番の山本下げて河合、もう一度山本、旗が上がっています、オフサイド。ここはしのぎました徳島商業です。先ほどから徳島商業の応援席、伝統を感じさせる応援部チアリーディングの応援も続いているという非常に華やかな応援席なんですが、その応援席にはこちらも1年目の新人です、石井龍斗アナウンサーがいます。はい、徳島商業高校の応援席です。そのチアリーディング部ももちろんなんですが、今日は保護者の方 OB と多くの方が駆けつけています、うん、去年の全国大会から使っているオレンジのバルーンスティックとともに声援を送っています。オレンジに染まるスタンドに誇りあり、2年連続の全国へ向けて熱く燃えています。去年は、ね、あのチーム創立100周年で100回大会の全国を経験したという徳島商業ですが、うん、OB の皆さんも応援に力が入ったそうですよ。あ、それは入りますよね、はい、しかも100回大会創立100、そうです、で、はい、その時に全国大会を決める、うん、持ってますね。いやまさにね、はい、あのいろんな人の思いが結実した、まさに奇跡とも言えるようなね、うん、そのメモリアルな出場になったわけなんですけども、はい、実に11大会ぶりの全国大会になりました。今度は徳島商業がロングスローです。少し助走は取りにくいという右サイドなんですが、4番の湯浅がボールを手にします。低い弾道叩きつけてきた、ニアサイドで当てて5番の朝比奈のポストは奪い返して、10番の林、一度当たったボールをもう一度拾い直して鼻面でうまくかわしてファールを誘いました。足元の技術がありますね、林は。そうですね、はい、今大会3ゴールを挙げているというチームのエースです。167センチと決して身長はないんですけども、中学時代チャンスメーカーとして鳴らしていた林なんですが、はい、ストライカーとして成長するために香川県からこの徳島市立高校に入学してきました。榎本さん、はい、その林選手なんですけれども、監督は春先は絶好調なんだったんですけど、ここに来てフィニッシュのところでスランプに陥っているということなんです、はい、まあ、本人も苦しいとは思うんですけど、これからのサッカー人生もっと高い壁にぶち当たると思うので、この選手権で打破して成長してほしいと話していました。逆に言えば他は全部できるという林だと監督は話をしていました、はい、大坪のクロスが来る、13番の藤村を狙いましたが高い打点で弾き返しました。4番の山本、徳島市立高校センターバックはともに2年生、右サイドオレンジユニフォーム徳島市立副キャプテンです。2番の中川が前線に送るボールでしたが、これはタッチを割っています。まだともにシュートがないという両チームです。それだけ締まった守備をね、お互いがしているということですね、はい、本当に、まあ、ちょうどねこの15分を過ぎるあたりの時間帯に、去年の全国大会に向けてのこの決勝は徳島商業が一挙に2得点挙げたんですよね。そうですね、その2得点で主導権を握りました。画面捉えている大坪とあのフリーキックが先制点でした。チームのムードメーカーです。ああ、いい声出ましたね高々と指を天井、空高々と上げて今おたけびを上げました大坪とはです。その大坪選手なんですが、はい、打倒一高で1年間戦ってきたんですね、うん、自分たちはいつまでもチャレンジャーだと思っている一高を倒さないと全国に行っても意味がない、決勝で戦えて嬉しいと話していました。いやもう本当にこの本気で徳島市立を倒そうという気持ちで徳島商業の選手たちは厳しい走り込みにも耐えてきました。去年は全国大会の初戦、静岡の強豪
静岡三冠を達成して全国大会に進出してきた優勝候補静岡学園高校との対戦、5対0と大敗にはなったんですが、80分間一切足をつらず最後まで走り抜いたんですよね。そうですね。その姿には多くのサッカーファンが胸を打たれました。やはり自分たちらしさを出した上でのそういう林戦ですからね、はい、またこう やることがやっぱり明確になったと思いますし、それが今年のこのチームにまた出てますよね、うん、次の100年、この101回大会に向けて価値あるその節目の100回大会の出場を果たしたという徳島商業高校でした。ここまでまだ0対0、背中を捉えているのは小西健太監督です。今の自分の年齢であの舞台にもう一度という欲を持てたこと、これはものすごく大きいと話をしていました。全国大会を経験したものだからこそ宿る力というのがあるんでしょうね、橋さん。そうですね、その高いレベルでやはり見えたもの、感じたものあると思いますし、はい、はい、本当に将来が楽しみな監督ですね。さらにその伝統の上積み、バージョンアップを目指しているという徳島商業高校です。オレンジのユニフォーム、このユニフォームは去年復刻された、唯一国立の舞台に立った75回大会ベスト4の時に着ていたそのユニフォームと同じデザインということでね、 OB の皆さんから贈呈されました。左胸、そして太ももには100周年のエンブレムもこちらはデザインされています。ここは縦に送ってくる、12番の瀬口が弾き返す。ここまでまだシュートは思うように打てていないんですが、膠着という印象ではないですね。そうですね、はい、お互い本当にもうアグレッシブに攻めようとしているんですけれども、そこにやはりお互いいい守備、うん、いい守備があるので、やはりなかなかさせないというね、いい攻防が続いてますよね。先に突破口を見出すのはどちらか、12番の瀬口から左に振ってくる、5番の川合が収めます。この川合は去年の選手権県決勝が終了した直後に一度ですね、17歳以下日本高校選抜の候補にも選ばれました。テクニックがありますよね。そうですね、はい、サイドバックというポジションですけれども、やはりそのサイドバックという概念にとらわれないね、やはり攻撃力、意外性を持っている選手ですよね。うん、まあ、去年本人曰く1枚剥がせる自信はあったそうなんですが、はい、それじゃダメだと思って2枚来ても抜ける能力を身につけてきたと川合は話をしています。はいはい、まあ、でもボールの持ち方を見てもすごく自信を持っていると言いますか、はい、と相手を全然恐れない、ね、持ち方をしているんでね、うん、そういう意味では本当にすごく頼もしい選手ですね。右サイドの野々村もですね、パスに定評がありまして、うん、中に絞ってボランチのような位置からくさびを入れるのが得意な選手なんですが、うん、この2人はなかなか日本の高校サッカーのチームでは見られないぐらいトレンディーなサイドバックですよね。そうですね、うん、それこの2人のサイドバックの人選にあり、こう川野先生のね、はい、監督の色が出てると言いますか、攻撃的な色が出てますよね。野々村選手も話していたんですけど、はい、従来のサイドバックの概念にとらわれず、全国の高校で一番自由なサイドバックと言われたいと話していました。うん、サイドバックはこんなにも自由だというね、そういうところを見せたいという野々村の意気込みでした。左サイドからのスローインになります。ボールに向かうのは4番の湯浅。ここはロングスローを使ってきそうです。先ほどはちょっとフェイクのような形でね、うん、ワンバウンドでニアの朝比奈に当ててきましたよね。そうですね、少し変化をつけてましたけど、今回はどうですかね。さあ近い位置にいる5番の朝比奈、先に合わせた、そらしましたが、ここはがっちりとキーパーの藤沢がキャッチします。落ち着いてますね、藤沢。そうですね、やはりキャッチングに安定感ありますね、見ててもね。この藤沢が17歳以下日本高校選抜、そのトレーニングキャンプ、そして3月に行われました J ビレッジカップという、これ日本代表、17歳以下日本代表も参加する大会なんですけども、うん、はい、その試合の中で選手護身として活躍をしまして、はい、日本代表と日本高校選抜の試合では前半45分無失点に抑えたという勝利に貢献しています。裏に抜けていこうというところでしたが、ここは旗が上がっていました。榎本さん、はい、その藤沢選手ですが、4人兄弟で今日は次女のゆずのさんが応援に駆けつけています、そして手作りの応援グッズを使って兄にエールを送っています、はい、絶対に0点に抑えてほしいと話していました。いや、去年の決勝はまさかの4失点ですから、いや、まあ、本人にとってはショッキングだったと思いますけれども、はい、それだけに今日にかける思いは強いですよね。この徳島市球技場、誰もいなくなるまで残って芝生を見つめていた藤沢春、その時の悔しさから練習の中でのその細かさ、
ちょっとしたポジションのズレ、そういったところに徹底してこだわっていくように自分を成長させてくれる機会だったと言えるようにしたいと話をしていました。藤沢選手なんですけれども、はい、去年はゼロにこだわりすぎたところがあって、それが緊張と油断につながったと。今年はまず勝つことだけを考えて、その中で失点がゼロに近ければいいということでした。藤沢は大学の進学を希望しているんですが、その後はプロになって世界で活躍して、いつかは代表でプレーをしたいと、もう明確に目標を語っています。もうそれだけの可能性を十分に秘めている選手ですね、はい。まあ、この藤沢と逆サイドのゴールを守るのが徳島商業の加州2年生、はい、いや加州はね、胸を借りる気持ちもあるでしょうね。そうですね、まあ、でもこの加州選手もこの高校に入って飛躍的に伸びた選手ですよ。はい、はい、榎本さん、はい、その加州選手なんですが、一高のゴールキーパー藤沢選手について、動きが速くセービングのフォームも綺麗で憧れもあるんですが、やっぱりライバルゼロで抑えたいと話していました。去年はメンバー外だったんですけどもね、この1年で2年生で正守護神の座をつかみました加州武。185センチ、背もありますしね。そうなんですよ、うん、やはりこの高校2年生になってやはり力強さも少しずつ増してますし、はい、そしてキックの精度が何よりね、本当にあの上がって、本当にあのキックがやはりこの速攻に、徳島商業のスタイルにすごくマッチしてますよね。去年選手権終了後に新チームの立ち上げ、まずは小西監督、キーパーのパントキック、この精度に着手したと、まあ、ご自身もキーパーですからね、はい、右サイドから来ます、16番の野々村、中に切り込んでくる、逆サイドを狙っていましたが、このスペース走り込む選手はいませんでした。まあ、こういった中に絞ってプレーをするのが得意な選手です、野々村大成。まあ、野々村はね、5月に怪我がありまして、左足の靭帯の重度の損傷があって1ヶ月半近く松葉杖生活をしていました。まあ、その苦しい怪我から何度もくじけそうになりながらも、家族の支えもあってカムバックを果たしています。その野々村選手ですが、はい、中学校2年生の時には父慎吾さんが 18m×18m の田んぼを芝生に変えてくれたそうです、はい、そうですか。チームの練習が休みの時にはそこで練習をしたそうです。いや、何でもね、その怪我をした時に実家に戻って家族の優しさに触れて、その芝の感触を味わうと諦めちゃいけないんだなという、そういった力を変えてくれたと話をしていました野々村です。その両親への感謝もあって、自分が最後は一高サッカーを本気で楽しむ姿を両親に見せたいんだということでした。その野々村が抜けていきます。4番の岩佐太陽、ここは力強く体を当てていきました。あ、すぐさま倒れた湯浅に手を差し伸べました野々村大成です。徳島ヴォルティスのジュニアユースの出身です。キック精度もありますし、戦術眼もありますし、はい、本当にあのインテリジェンスの高い選手ですよね。そうですね。徳島商業のゴールキックからプレーが再開されます。一度ボールを置き直しました加州、はい、キーパーの加州選手なんですが、夏頃まで貧血に悩んでいたそうです。あ、そうですか。そこで母の安子さんが今年、はい、肉や魚、フルーツといったバランスのいい弁当を作って、貧血を克服してガタイも少し良くなったそうです。あの、だんだんとあの迫力も出てきましたよね、加州も。いや、本当ですね、少しずつですけれども、はいはい、うん、力強くなってきました。小西監督はリーチがあって、人伸びが最後あると、ポテンシャルは高い選手だと話をしています。ここは野々村の足元、体を寄せていったのは16番の篠原。徳島商業ボールのスローインになります。徳島市立高校は第1試合、第2試合は第1シードにつき免除、まあ、同時開催されているあの高校最高峰のリーグ戦でもあります高円宮杯プリンスリーグの日程の関係でここからの登場ということになったんですが、一方徳島商業は初戦からノーシードで勝ち上がってきたと、はい、いや、もう徳島商業は本当に初戦からですね、あの強敵揃いで、夏の県総体で準優勝の徳島科学技術高校を2回戦で対戦、準々決勝では鳴門高校と1対0という僅差で勝って、そして準決勝では徳島北に5対2と快勝を収めてきています。さあ、こぼれ球狙ってきた、10番の林のシュートでした。キーパーの位置をよく見ていたんですが、枠を捉えることはできませんでした。これが最初のシュートになりますか。そうですか、はい、画面捉えているのは8番の山座、この選手は2年生、去年はこの県の決勝に1年生として大抜擢、しかし敗れてしまったという苦しい思い出もあります。
山田もそうなんですが、徳島市立高校の選手たちは、はい、徳島商業が全国大会に出場を決めて優勝した新聞の一面を、はい、スマートフォンの待ち受け画面にしている選手も多いそうです。その悔しさを忘れないということですね。10番の林が行く、1人かわした、狙ってきた、今浮かせて中に合わせるか、もしくは曲げて枠かというボールでしたが、いや今最後クロス朝比奈選手触りましたよ、ギリギリ。触らなかったら多分得点してたんじゃないですか。はい、ニアサイドで185センチの長身が伸びました。林もご覧の表情、攻め込みます徳島市立高校。コーナーキック1本目、キッカーは16番の野々村。4番の山本が今ファーサイド伸びてきて中央、瀬口こぼれた、ドンピシャでしたけども、叩きつけましたが、よくそこに選手がいました。得意のセットプレー、高々と上がった瀬口の頭合わせていきましたが、魂の守備、徳島商業しのいでいます。いや見応えありました。いやもうドンピシャでしたね。ボールも良かったですし、ヘディング、これ徳島市立の選手当たったんですかね、どうですか。もう一度見てみましょう。ああそうですね、味方に当たってしまったかもしれないですけどね。はい、いやでも迫力ありました、瀬口選手のヘディングね。12番の瀬口と今ボールを持っているテクニックのある4番の山本、2年生のセンターバックのコンビです。まあ、本来ですと1年生2年生と出場していた3番の稲川春人という選手がいるんですが、ちょっとその稲川が直前に怪我がありまして、今大会すでに復帰はしているんですけども、スタメンはこの2年生に任せたという川野監督です。29分を経過しました。画面捉えているのが12番の瀬口俊介。このこぼれ球3番の森が押し返していく。8番の大坪がここに絡んで、9番の元木から13番の藤村へというところでしたが、この接触、徳島市立のファールになりまして、おっとこれはカードが出ました。12番の瀬口俊介に対するイエローカード、まあ、当然強くマークに行くというところはあると思いますけどもね。はい、そうですね、まあ、もちろんボールに行った上でのね、はい、ファールですので、はい、仕方ないと思いますけれども、まあ、やはりこう特徴の徹底した、ね、この奪ったボールをダイレクトで、はいはい、ディフェンスラインの背後に入れてくる、まあ、これに対して多分相当徳島市立のセンターバックストレスかかってるんじゃないですか、やっぱり、はい、さあ去年の再現なるか、攻める方向は逆だったんですが、ちょうど同じ位置からのフリーキック、大坪、このゴールに向かってくるボールですか、藤沢が前に出てきました。高いですね、高いですね、去年の再現はさせないよというね、藤沢のプレーですね。はい、徳島市立縦に入れてくる、13番の吉田が走り込んでいく、この選手もスピードがあります、吉田壮太。左に展開して10番の林、一度7番キャプテンの小田に当てました。河合から一発で裏、7番小田抜けていきました、ここはクリア、2番の中川のクリアでした。もう一度浮き球、どんどんゴール前に入れてきますが、ここは旗が上がります。まあ、去年以上に徳島市立はこういったラインの裏であったり間であったり、こういうね狭いところどんどん通していきますよね。はい、そうですね、はい、アグレッシブにこう縦パスとか入れてくるんですけど、今のもそうですけど、やっぱり特徴はやっぱりラインコントロールが本当にね、ラインをしっかり合わせているので、紙一重でこうオフサイドになることがやっぱり多いですね。はい、はい、今年徳島商業は春の新人戦は校内クラスターがあった関係で泣く泣く辞退をしまして、でその後でゴールデンウィークにもコロナウイルスの猛威にクラブがさらされまして、なかなか活動ができない状況で初めて参加した県内の公式のトーナメントの県総体の2回戦で徳島市立に敗れたと。なかなかタイトルが残せない中でここまで来て、まあ、その中でも厳しい練習に耐え抜いてきたという代です。榎本さん、それに関してなんですが、はい、どんな状況でも悪い空気に流されず安定したメンタルでチームを引っ張ってくれるキャプテンの森選手がいてくれたおかげだと小西監督は話していました。
去年のチームは、ね、夏 の, あの県総体の後にありました四国総体で準優勝などあの実績があった中で、その走ってきたメニュー、これが意味があったんだという実感を持ちながら戦ってこれたけど、今年はそれがない中で3年間頑張れた、本当に選手は我慢強くタフになったと小西監督が評価しています。でその中心にいたのがやっぱり森選手ということですね。はい、去年100回大会の出場を決めました。去年のキャプテン増田太陽がつけていた3番のユニフォーム、そして腕にはですね、青いキャプテンマークを巻いてピッチに立っています。榎本さん、それに関してなんですが、はい、増田さんの名前と自分の名前を書いてあるんですね、うん、そのキャプテンマークを巻いていると気持ちが引き締まる、重みを感じ責任感が強まると話していました。まあ、本当にね、いろんな先輩の思いを背負って彼らピッチに立ってるわけですからね。はい、榎本さん、はい、その増田太陽さんなんですが、森選手に対して歴史のあるサッカー部、プレッシャーもあると思うけど自分らしく引っ張ってほしいとエールを送っていました。今日会場に来てるんですね。あ、そうみたいですね、はい。まあ、いわば100回大会11大会ぶり100周年での出場というところでは、いわゆる去年の3年生は、ね、レジェンドといえる代になるわけですからね。間違いないですね。その応援の後押しもあります徳島商業です。はい、ボールを持つのは徳島市立高校、瀬口から右に振って16番の野々村、このプレーが得意、中に切り込んでいく。しかし8番の大坪の足が伸びました。オレンジの選手一気にスピードアップ。いや、今奪った後の縦パス少し長かったんですけれども、はい、藤村選手の、ね、抜け出すタイミングといいますか、こうオフサイドにならないようなギリギリのタイミングで動き出す、うん、素晴らしいオフザボールの動き。いや、こう点を取れたり、ね、チャンスを作れる理由が分かりますよね、はい、そういうのを見てても、まあ、去年はとにかくこの初速の速さにびっくりという選手だったんですが、うん、あの去年からまたさらにパワーアップした部分感じますか。そうですね、まあ、そうやって速さにこう、ね、任せることなく、そして駆け引きとかも上手だなと思いますね。成長してるなと思います。左サイドから来た5番の河合のクロス、このこぼれ球をすぐさま拾って6番の谷沢が13番の藤村に当てます。右サイド10番の吉岡が駆け上がっていく、前線のボール拾い直して2番の中川からさらに縦に吉岡、8番大坪、ラインの裏を狙ってきました。10番の吉岡を走らせてきます。ここでクリア、徳島市立ボールは切れません。このボールを8番の山田が拾って中で受けるのは13番の吉田壮太、一気にスピードに乗る、グッとさらに力強くドリブルに入って縦パス入った、中で10番の林、1人かわした、まだ行く、シュート押し込めるか、壊しのいだ徳島商業魂の守備、しのぎ切りました徳島商業。いや、吉田選手の、ね、抜け出しから本当林修太選手 の,、ね、あのシュートチャンスのところまでは良かったんですけど、はい、特徴の守備が光りましたね。ここも抜ける13番の吉田、中には10番林、クロスが来た、逆サイド、ここは合わせきれませんでした。最後11番の1年生鈴木優也でした。際どいところなんですが、ここもしのぎます徳島商業。いや、ゴール前の激しい攻防続いてますよね。1年生で大抜擢という鈴木優也、川野監督曰く何でもできる万能型のフォワードだと期待を寄せるエース候補です、うん、いや、まだ1年生ですけれども、しっかりこう相手ね、2、3年生のこう上級生のセンターバックにもしっかり動じず背負うことできますし、うん、味方生かすことできますし、いい選手ですね。ラッコは高い位置で13番の藤村が総力を使って奪いました。しかしすぐさま奪い返して8番山田から一度10番の林に当てます。あ、ここはパス合いませんでした。16番の篠原が拾って、逆サイド10番の吉岡も上がってくる。ゴール前には13番の藤村、4番の湯浅縦に来ますが、この位置まで下がって守備をしました10番の林、8番の山田、徳島商業も高い位置からプレッシャーをかけていきます。試合時間36分を経過しましたが、もうこの前半のうちから試合終盤のような熱い攻防ですよね。そうですね、もうこれもう最後まで持つのかなっていうぐらいのね、はい、激しい動きしてますけれども、ただそこはあの県内でもね1位2位と言えるんじゃないんでしょうか。厳しい走り込みをね共にくぐり抜けて、はい、本当にどちらも総力のあるチームですから、はいはい、ただ去年全国大会を経験した徳島商業小西健太監督、その総力であったり
魂の部分というのはもちろん残していきつつも新しい戦術も取り入れて、うん、今日このピッチに選手たちを送り出しています、うん、5月ゴールデンウィークに行われた静岡の遠征で99回大会で全国大会で優勝した山梨学院、うん、山梨学院の元監督長谷川大さんに支持を仰いだそうなんですよね。そうですか、はい、うん、その中でこの守備の仕方、今まで自分は守備のシステムに選手を当てはめるという戦い方だったが、特徴に合わせた守り方を導入したと話をしています。さあ、ここはスッと抜けてくるクロスが来ましたが、その先に選手はいません。ここは激しい接触になりました。徳島市立のボールになります。いや、今ああいう多少というか少し激しいコンタクトでももう取らなくなってますから、ファールは、はい、はい、やっぱそういうところはね、選手もたくましくプレーしてほしいですね。いつかはね、世界に飛び出していく選手たちもいるということも考えた上での、うん、やはりジャッジメントの部分でもね、ね、強い相手にタフに戦うというところを求めてきますからね、はい、さあ、そして十分に助走が取れる位置からかなり長い助走を取りました。5番河合のロングスロー、高々と上げて12番の瀬口の前で、4番の山本が触る、こぼれ球、10番の林が来た。ここは加州が抑えている。いやー、今の攻防ですが、林枠捉えてましたね。そうですね、林選手のシュート少し当たってこう、当たってないですけども、少しね、無回転で変化してましたけれども、しっかり加州選手書き出しましたね、上手に。得点力のアップ、ストライカーになることを誓ってこの徳島市立に来ました。まあ、その上で林の話ですと、同じチームの中、同じ学年に高校日本一のキーパーの藤沢がいた、これが大きかったと話をしています。それはもう願ってもない環境ですよね、はい、フォアにとっては。そのことについて林選手、はい、紅白戦があるときなどは藤沢選手と対峙したくて、わざと藤沢選手のいないチームに入っていたということです。そうですか、はい、ポジションは違うけどライバルなんでしょうね、うんうん。代表活動での活躍、藤沢のそういった一報を受けて林、嬉しい気持ちと悔しい気持ちで非常に複雑だったと話をしていました。やはりそういう気持ちがね、本当に選手を成長させますから、はい、そういう意味では本当に林選手、そういう負けず嫌いといいますか、うん、ね、向上心が、ね、尋常じゃないですね、本当ね。さあ、今39分を経過しました。前半も残り1分切っています。まだ点がありません、林さん。そうです、いや、本当守備がどちらもいいですよね。今も中川選手もそうですけれども、本当に、まあ、目立たないですけれども、しっかり堅実にね、あそこのスペースで相手に仕事をさせてないなと思いますね、うん、とにかく真面目ひたむきな選手だと小西監督も評価をします。2番の中川大斗、副キャプテンです。小柄なんですけどもね、よく走りますし。そうなんですよ、もうしっかり真面目にポジショニング取って、うん、やはり相手にこう自由にさせないのっていうのがやっぱりいいですよね、はい、静かに決める闘志、特徴の魂を持ったサイドバックです。さあ、ロングスロー、これで実にこの試合 4本目になります。かわいい、ぐっと伸びてきたニアサイド、パンチングカシュー。さあ、こぼれたボールもう一度入れ直してくる。アディショナルタイムは1分。このボールはダイレクトにゴールラインを割りました。まあ、今のロングスローの対応もそうですし、カシュー堂々としてますね。いや、カシュー君アグレッシブでしたね、今ね、すごく迷いなくしっかり出ていきました。2年生で聖守護神の座を使いましたカシュー武です。残り時間も少なくなってきました。前半追加タイムは1分、そのうちの半分を間もなく経過しようとしています。前半は 0-0 で終われるのか、もしくはラストチャンス、どちらかが先制するのか。13番の吉田がボールを奪った、グッと縦に入ってくる。逆サイドには10番の林、インにコントロール、中に出てきた。こぼれ球を16番の野々村が拾って、相手に当ててスローイン。まだ1分は過ぎていません。ボールに5番の河合が向かいます。徳島市立は先制点欲しいところですし、徳島商業は集中力必要ですね。はい、まあ、この時間に点が動くと大きいですよね、どちらのチームにとっても。まあ、こういった節目、前半の終了間際なんかはね、サッカーって魔物が住んでますからね。そうですね。しのげるか徳島商業、先制するか徳島市立。長い助走を取った、ゴール前中央には12番の瀬口、グッと伸びてきて、その瀬口を狙ってくるが弾き返しました徳島商業。さらに前線につないで、ハーフウェイラインを越えたところで今、真の笛が吹かれました。
前半40分ではゲームは動きませんでした。2年連続の伝統の決勝、徳島市立対徳島商業の一戦、前半を終了して0-0、同点のままハーフタイムへと向かいます。この放送は徳島市球技場からお送りしています。
開成の徳島市球技場からお伝えしています。今年で第101回を迎えました全国高校サッカー選手権、伝統の決勝となりました。水色の徳島市立とオレンジの徳島商業、おなじみの対戦となっている徳島県大会の決勝です。解説は徳島ヴォルティス元フォワードの端俊明さんとお届けしています。端さん、まもなく後半が始まります、はい、この立ち上がり重要ですね。いや重要ですね、はい、次の1点がどっちに転ぶかというね、本当に白熱した戦いですね。両チームともにとにかく走れますので、そして精神力も十分です。40分間全力を尽くして戦い抜いてくれるでしょうね、はい、うん、そうですね。今背中を捉えているのは水色のユニフォーム、王座奪還を目指します徳島市立高校。今日勝てば20回目の徳島県の頂点、そして全国の出場は19回目になります。一方オレンジ色のユニフォームは徳島商業高校。去年に引き続き連覇を目指すという特徴、今日勝てば41回という全国の出場回数になるんですが、秋田県の伝統校秋田商業に次いで全国2番目の数字になります。その伝統のオレンジのユニフォームに身を包んだ選手たち、後半も走り切って、そしてしのぎ切って一差しできるでしょうか。リラックスした表情で仲間に声をかけます。17歳以下日本高校選抜の守護神、藤沢春、中川中学校の出身です。共にキーパーもねかなり乗ってますからね。ですね、みんないい顔してますね、本当ね。大量得点というよりは1点が勝敗が分ける、そういった展開になりそうですか。そうですね、はい、そうだと思います。さあ、その運命の後半まもなくスタートします。先にエンジンを解いたのはオレンジの徳島商業、そして一足遅れて今ピッチに散っていきます一高ブルー徳島市立高校。徳島市立の王座奪還か徳島商業の2連覇か、残り40分です。前線に一気にボールを送っていったのは水色のユニフォーム徳島市立高校。立ち上がりから何度も徳島商業のゴール前に迫りましたが、その猛攻を徳島商業が魂のディフェンスでしのぐという前半の展開になりました。0対0、スコアの上では徳島商業の狙い通りかもしれません。ここは前線に大きく送っていく徳島商業、ぐっと間を詰めていったのはオレンジのユニフォーム徳島商業の10番吉岡です。徳島市立は焦らず最終ラインでじっくりとボールを回して、いきなりギアを入れて中にこう鋭いパスを入れてくるんですよね。そうですね、前半はそこをよく見ていたという徳島商業の守備でしたが、共に選手交代はありません。どんな指示がベンチから出ているんでしょうね。そうですね、井本さん、はい、ハーフタイムの徳島市立左サイド11番の鈴木のクロス、林が落として16番の野々村、野々村狙ってきた。後半立ち上がり野々村体制、右足一閃、先制は王座奪還を目指す徳島市立。怪我に苦しんだ3年生右足を振り抜きました。復活のゴールです野々村。いや素晴らしいシュートでした。いや思い切って打ちましたね、はい、もう一度ご覧いただきましょう。球筋コースいかがですか。いや素晴らしいスピードでしたし、コースも良かったですね。まあ、カシオクも届いたような感じでしたけども、やはりこうスピードと、ね、精度が良かったですね。野々村選手の技術が高かったですね。決して大振りせずコンパクトに振り抜いたというシュートでしたね。そうですね、キック精度の高さを得点につなげました。笑顔の後天を仰いだ野々村大成。後半2分でした。徳島市立が先制、ゲームが動いています。さあ、この1点の重みどう弾き返すか。はい、どうぞ。はい、ハーフタイム徳島市立川野監督からはボールを持っているだけでほとんどシュートがないという
指摘があったんですけれども、その指摘通り野々村選手のいいシュートでした。そして怖がっているのか、ボールの展開が遅いのでもっとテンポよくボールを動かすこと、そしてボールに関わっていくことだと、向こうはやってくることは変えないので自分たちがどう動かして自分たちのペースに持っていくか後半考えていこうということです。今度は徳島商業吉岡が狙ってきましたが、これは枠の大きく外、まあ、その勇気を持ったプレーが結果得点につながったわけですよね。そうですね、はい。榎本さん、はい、1点先制された場面にも落ち着いた様子の徳島商業小西監督、ハーフタイムの様子なんですが、前半はなんとかしのいだが徳島商業の良さが出てなかった、後半はもっと攻撃を積極的に、チャンスは少ないかもだけど狙っていこう、後半強いのが特徴、信じて勝とうという指示でした。まあ、走って走って魂と総力を鍛えてきたわけですから、うん、後半勝負はお手のものですから ね、 ですね。まだ時間もたくさんありますし、はい、まだまだわからないです。勝ち上がりの中では徳島商業高校は準決勝で徳島北高校に5対2と快勝したんですが、実はこれ先制されてからひっくり返してるんですよね、うん、その口火を切ったのは実は1年生16番の篠原の2ゴールでした。そうでしたね、すごいゴールでしたね、いやワールドクラスでしたよねそうですね、榎本さん、はい、その篠原選手なんですが J リーグが大好きだということで、うん、憧れの選手は J1 川崎フロンターレの小林優選手、フォワードを目指したのも小林選手に憧れてたそうです、はい、ここは前線に放り込んでくる、こぼれ球をキャプテンの7番小田が拾って落としたボール、これを回収するのは8番の大坪。いや、あの篠原の準決勝の1点目のゴールですけども、あの真後ろから来た角度のないボールをあのさらに加速させて角度を変えるというものすごいゴールだったんですが、そうですね、あれは小林優クラスでしたね本当そうですね、はい、榎本さん、はい、徳島市立の応援席です。先制した瞬間はスタンド全員が立ち上がってバルーンを叩いて喜んでいました。3年生に話を聞いたんですが、はい、後半はシュートをどんどん打ってほしいと言っていたのでその通りになりました。ああ、そして今徳島商業のベンチの様子が映りましたが、背番号7番の新貝大斗が呼ばれています。2年生です。篠原選手と変わるようです。ああ、その篠原と交代という新貝大斗です。ここは2年生にかけます。13番の藤村が飛び出していきますが、ここは藤沢が前に出てきました。そして今選手交代、16番1年生の篠原に代わって7番2年生の新貝大斗。この新貝は去年全国大会のピッチを経験しています。いや、もうどこでもオールマイティ、そして高いパフォーマンスが出せる選手ですよね。はい、小西選手も、小西監督もあの信頼を置く、ね、選手なのでね、期待したいですね。本当おそらくそのままトップ下のポジションに入るものと思われます。新貝、湯浅のロングスロー、ぐっと低い弾道を伸びてニアサイド5番の朝比奈を狙ってきました。このこぼれたボール、もう一度湯浅が足に当てる、右に振りましたが、このボールに反応したのは5番の河合。水色の徳島市立のボールになります。まずは先制しました徳島市立、まあ、そこからおよそ今3分以上が経過しているんですが、徳島商業としてはこのままゲームを落ち着かせたくないですよね。そうですね、やはりもうよりアグレッシブにね、うん、もうゴールに向かうことが必要ですし、10番林が縦に出て13番の吉田、吉田が快速を飛ばす、中に送った6番の川村、追加点徳島市立。3年生徳島県出身川村相馬の右足が今ゴールネットを揺らしました。一気にリードを2点に広げました徳島市立高校。いや、川村選手よく決めましたけども、やはり吉田選手のボールのアシストの良さですよね、はい、抜け出したとこの優しいキーパーとディフェンスラインの間に入れるこのパス、素晴らしかったと思います。快速を飛ばしました吉田、左足のクロスに最後は川村、キーパーの位置よく見てましたね。本当に足元 の、 あのタッチが柔らかい選手なんですが、うん、技術のある今最後シュートの狙い方という感じをしましたよね。そうですね、あの、うん、簡単じゃなかったと思います。決してキーパーと1対1なんですけども、はい、しっかりよく決めました。落ち着いてきっちりと柏はコースを切っていました。藤村が飛び出してくる、一度仲間を落ち着かせます藤沢。今アシスト飛び出した吉田壮太は城西中学の出身、
そして川村は徳島県のクラブチームリベリモ出身ということで、最近ね、県外の選手レベルの高い選手も増えてきた徳島市立ですが、県人選手もやれるんだというところを見せたいと2人は話をしていました。いやー、面白い、見事に見せてくれましたね、はい、江上さん、はい、どうぞ。2点失点した徳島商業高校なんですが、の応援席です、はい、応援と変わらずキャリーディルがエールを送っています。ダンスと太鼓の音でエールを送っています。長い助走を取ります。河合優満ロングスロー。徳島商業ここはしのぎたいところ。高く上がったボール、瀬口が飛び込んできましたが、ここは囲んでゴールキックになります。このセットプレーのシーンはしのぎました徳島商業です。ここからの反撃に期待したい応援席の様子も先ほど石井アナウンサーのリポートにありました、はい。まあ、OB の皆さんも大勢来てますしね、まあ、徳島商業は2失点してしまってますけれども、はい、まあ、まだ先に、ね、1点返せばどうなるかわからないですから、サッカーは、はい、我慢したいですよね。さすっと抜けていくのは11番の鈴木、対応は5番の朝比奈、鈴木から下げて10番の林、中には13番の吉田、林が切り込んでくる、縦に入れてきた、キャプテン7番の小田、この飛び出しはオフサイドの判定。流れるようなパス回し、狭いところを攻略してきます徳島市立高校、らしさが光ります。榎本さん、はい、その徳島商業高校のチアリーディング部なんですが、本当は歌もあるが今はできなくて悲しい、決勝だから勝っても負けても悔いのないように応援をしたいというふうに皆さん話していました。まあ、決勝の舞台もそうなんですが、去年はね、全国大会の静岡学園戦でもチアリーディング部声援を送りました。ちょっと今空中戦の競り合い、ヒヤッとするシーンがありましたが、13番の吉岡が倒れています。すぐさま8番の山田が向かいました。藤村ですね、はい、藤村ですね、倒れてのね、藤村と山田、はい、同じ2年生です。ああ、河合との競り合いでしたか。プレー続行問題はなさそうです藤村。まあ、藤村は去年ね、その16歳以下日本代表候補に選ばれながらも、怪我でトレーニングキャンプに参加できなかった、うん、その悔しさはかなりあって、うん、以降練習にもね、かなり力が入っているそうです。そうですか。大坪のフリーキック、元木を狙ってきました。失礼、最後合わせたのは谷沢。13番の藤村ヒールで落として、9番の元木、ここはファールを誘いました。テクニックのある選手ですね。そうですね、はい、1年生ですけれども、同じ CSP 出身の10番の吉岡に憧れてこの徳島商業に入ってきました元木です。榎本さん、はい、徳島ベンチ動きます。15番佐々木選手が中川選手に代わって入るようです。2番副キャプテンの中川に代わって15番の佐々木が投入されました。前半中川ね、ラインコントロール、うまいポジションでよく管理してたんですけどもね。そうですね、はい、同じ3年生レフティーの佐々木にかけます。さあ、セットプレーのチャンス、ターゲットは185の5番朝日中、キャプテン177の3番森も空中戦は得意な選手、キッカーは8番大坪。森がニアサイド入ってきた、その森を狙ってくる、10番林のクリア。徳島商業10番吉岡見送ってスローインを獲得します。ここも湯浅に預けて、競り合いでファールがありました。徳島商業のセットプレー、フリーキックになります。じわじわとセットプレーではありますが、相手を押し込みつつあります、徳島商業。そうですね、ゴール前にボールを入れれる機会なのでね、なんとかシュートで終わりたいですね。近いところを狙ってきた、まだクリア不十分。さあ、こぼれてシュート狙った、5番の朝比奈、右足合わせました。しかし藤沢ビッグセーブ、素晴らしいセーブでしたね、はい、完全に枠を捉えていました、うん、
クッと右手が伸びました藤沢、はい、シュートは朝比奈カンタ。まだ徳島商業のチャンス、今度はコーナーキック。朝比奈は今ゴール前中央、藤沢の近くにポジションを取ります。ニアサイド8番の山崎弾く。ちょっと大坪君のね、セットプレーのキックが少しニアで引っかかってることが多いので、はい、一山超えたいですよね、ニアのね、一山をね。さあ次はロングスロー、8番の大坪を狙った、こぼれ球かき出す8番の山田。水色の徳島市立、まだ徳島商業が押し込む状況にはなっていますが、このセカンドボール11番の鈴木が競る、13番の吉田、16番の野村、先制点を挙げたその右足で右の裏のスペースを狙います。8番の山田が追っていきましたが、ここはしっかりと体を入れて5番の朝比奈がキープ。あ、奪った。最後タッチは徳島商業、コーナーキックは徳島市立。徳島市立は後半になってこう明らかに徳島商業のハイラインの裏のスペースにボールをこう緩いボールですけれども、しっかりスペースに落としてそこに走り込もうというのがなんかすごく意図したプレーがなんか多いような気がしますね、はい、そこはこう川野先生の指示かもしれないですね、まあ、当然徳島商業コンパクトに最終ラインかなり高い位置設定してきますので、裏狙われると、ね、なかなか苦しいところもありますよ ね、 そうですね、はい、野々村のコーナー、先ほどは先制点、今度はアシストでさらにゲームを動かすか。今12番の瀬口は少し近いところ、中央に今河合、瀬口、それから山本といった長身の選手が並んでいます。ファーサイド12番の瀬口を狙う加州のパンチング、10番の林が拾って右に振って、もう一度16番の野々村、足元に入れてきた、クロスが来る、4番の山本、押し込めるか、加州がしのぎました。今は厚みのある攻撃を見せました、はい、最後飛び込んでいったのは4番の山本光大、2年生のセンターバックです。さあここはクッと藤村が仕掛けていく、ボールを奪った、ここはタッチ逃れます、6番の河村。いや今の飛び出しもスピードがあります。この藤村の存在があるから迷いない攻撃ができる、それが徳島商業、どこかで爆発してほしいという気持ちが仲間たちもあるでしょうね。そうですね、はい、そこのやはり徳島商業の藤村君とやっぱり相手センターバックの徳島市立の瀬口君と山本君の攻防面白いですよね、はい、裏に抜けてきた11番の鈴木、1年生の鈴木が行く、まだキープ、シュート決めてきた、1年生鈴木大仕事、リードは3点徳島市立、左足を振り抜いてきました。いやものすごい1年生のプレーが出ました。いや決め切りましたね、素晴らしかったですね、能力の高さを見せつけました。シュートまで持っていくのはやっぱり決して綺麗な形ではなかったですけれども、しっかり泥臭くね、やはり最後こうゴールの枠にしっかり決め切るっていうね、ストライカーらしさ出ましたね。川野監督も認める期待の1年生、未来のエース候補の鈴木、この決勝の大舞台で1年生が結果を残しました。榎本さん、この鈴木選手なんですけれども、はい、入部当時即レギュラーと思うくらい強烈な印象だったそうで、うん、部員全員がやばいなという空気になっていたそうです。あの先輩たちも驚愕させる能力の高さです。ただ本人非常に謙虚な青年で、若干メンタルのところがあとついてくれば川野監督間違いなく大物になれる素質を持っていると話をしていました。そうですか。今年の目標はチームの目標でもある先輩たちと国立に立つこと、ベスト4を全国大会で見据えています鈴木、自分たちが3年生の代には全国の頂点を目指すと意気込んでいる1年生ストライカーのゴールがありました。榎本さん、はい、3点リードの徳島市立ベンチですが、ここで動きがありました。今笠原選手が準備しています。9番の2年生笠原壮太が呼ばれました。誰に代わって投入されるでしょうか。リードは3点あります徳島市立高校。
夏の県総体の県大会の2回戦で対戦した時も前半は 0-0 でいって後半一挙3得点で徳島市立が勝利をしました。今のところスコアではその時と同じ流れです。ただその再現をさせたくないのがオレンジのユニフォーム徳島商業高校です。今笠原が準備をしています。榎本さん、はい、徳島商業ベンチです。決勝の舞台特別な思いで見守っているのがマネージャーとしてベンチに入っている上原則明選手なんですね。1年生の12月に腎臓の疾患でドクターストップ、サッカーができなくなり率先して選手のサポートに回っているんです。クロスが来た。大坪のいる位置を狙ってきました。キッサーが飛び出します。はい、さんその3年生の上原ですけども、上板中学校の出身で、はい、長身 の、 ディフェンダーとして期待されて徳島商業に入学してきました。今姿を捉えています。一度病は彼から夢を奪おうとしたんですが、上原は負けずにポジションをマネージャーに変えて仲間をサポートして3年間戦い抜いています。まあ、彼にとっても集大成の舞台ですよね。そうですね。さん部活を辞める選択肢はなかったそうで、はい、大変だと思ったことは一度もない、みんながプレーで返してくれるからと話していました。その上原の思いも背負ってこの3点差、苦しい状況ですが弾き返すことができるか徳島商業。今徳島市立選手の交代が行われました。13番の吉田に代わって9番の笠原が投入されました。まあ、吉田は2点目のアシストがあったんですが、はい、速さ力強さがありましたね。いや走力光りましたね。そして最後のね、優しいアシスト光りましたね。はい、まあ、実は吉田もですね今年怪我に苦しんでいた選手で、1月に右肘の脱臼で2ヶ月の離脱、5月には左足側面の骨折で3ヶ月の離脱ということで、初めてトーナメントで試合に出たのがこの選手権だったそうなんですよね。そうですか。その中でも中学時代から憧れだった水色のユニフォームで躍動を見せました。左に振ってきた8番の山田、山田が仕掛ける。4番の湯浅の対応、ここはさせません徳島商業。中山の思いも背負って残り時間まもなく20分を切ろうとしています。後半勝負の特徴、選手たちはこの後半に自信を持っています。しかしこのシーンは徳島市立のコーナーキック、キッカーは野々村、右も左も蹴れます野々村、利き足は右、ニアサイドには12番の瀬口、大きく曲げてその瀬口を狙ってきた、ヒールで合わせました。ヘディングでつないで7番の新貝から13番の藤村、9番の笠原が拾う、ワンツーで抜け出す、フリーになる。ゴール前には11番の鈴木、その鈴木か、こぼれたボール、7番のキャプテン小田のシュート。しかし加州にもビッグセーブが出ました。いやー、加州君よく止めましたね。素晴らしかったです。ぐっと右手が伸びました。榎本さん、はい、小西監督も拍手をしていました。しかしコーナーキック、これ以上点をやりたくない2年生の守護神加州、ビッグセーブでチームに流れを作るか。しかしまだピンチは続きます。ああ、野々村今度は左で蹴ります。先ほどは右、今度は左、そうですね、インスイング、ゴール前弾き返した。両足の精度自信あってもなかなかできることじゃないですよね。そうですよね。痛めていた左足で送っていったコーナーキックでした。逆サイド12番の瀬口がいるところ、攻め残っていました。その瀬口に収まる、下げて5番の河合、2枚で行く徳島商業、挟み込んで、ここはゴールキックに変えます。積極的に足を伸ばしていきました6番の谷沢の守備。ここで飲水タイムが指示されます。さあ、この飲水タイムの間に徳島商業はどこまで切り替えることができるか。完全にここまでの後半立ち上がりからの20分間は徳島市立のペースになっていました。そうですね。うん、まあ、徳島商業前半からね、本当にすごくいいプレーだったんですけれど、はい、いいプレー続けてたんですけど、守備の時少し前からのプレッシャーかからなくなったので、ハイラインにしていることでこう自由にね、その背後にボールを入れられることでちょっとピンチが多くなったかなと思いますね。
今ご覧いただいているのは後半2分の野々村の先制のシーン。素晴らしいミドルシュートでした。すぐさまスタンドに向かったという野々村、仲間と喜びを分かち合います。榎本さん、はい、そのスタンドの仲間の中には高校から徳島市立高校でサッカーを始めた選手がいます。それが貝塚選手です。貝塚選手はテニス部だったんですが、横でやっているサッカー部の練習に憧れて徳島市立高校のサッカー部の門を叩きました。うん、3年間悔いはない、やりきってよかったと話していました。城東中学校の出身の選手で3年生の貝塚優斗、チームではミッドフィルダーを任されています。あの3年前のテレビの中継でこの県の決勝を見て、あの徳島市立のかっこよさに惚れて入部を決めたということなんですよね。あの最初はなかなか橋さんパスが回ってこなかったこともあったそうなんですが、はい、先輩や仲間が自分を育ててくれたと振り返っています。橋さんも中学からサッカー始めたんですよね。はい、そうですね。僕も13歳から始めたんですけど、やはりね、そうやって周りの上手な選手のおかげで、やっぱりこう上手くなれたっていう実感はありますね。はい、徳島市立高校、全国にある強豪校とは全く実は違うところがありまして、60人以上いる部員なんですが、実は1年生から3年生 A チーム C チーム関係なく全員が同じ場所同じ時間紅白戦などをしながら一緒に練習をするんですよね。珍しいですよね、はい、そういうのって。ロングスロー縦に送ってきましたが、12番の瀬口がクリア。榎本さん、はい、徳島商業高校3点を追いかける飲水タイムの指示なんですが、小西監督仕切り直してまず1点と、そしてムードメーカーで副キャプテンの大坪選手もまだまだここからとチームを鼓舞していました。まあ、とにかく元気のある選手が多い徳島商業ですので、これぐらいじゃ気持ちは折れませんよね。そうですね、はい、まだまだ後半にかける気持ち、今藤村の目にも力が宿っています。そしてハーフタイム徳島市立の選手たちなんですが、やはり去年の4失点というのを受けて、はい、今年は絶対ゼロに抑えるぞとそう言い合ってピッチに入っていきました。まあ、川野監督曰く今年のチームは徳商戦の反省からスタートしたチームなんだと、そういった言葉もありました。1年間リベンジを誓って今日まで鍛え抜いてきました。その徳島市立のコーナーキックになります。これ以上の失点を許したくないのは徳島商業。185センチの朝比奈、チームを救えるか。先ほどはあと一歩というシュートも見せました。大きく弓なりのボール、逆サイド12番の瀬口弾いた。ここもカシューのビッグセーブ。林が狙ってきます、枠を捉えていますがカシューが抑えます。いやカシューいいですね。いやまたいい攻防見れましたね。はい、はい、まあ、こういうキーパーのセーブからチームが乗ってくることもありますよね。そうですね、はい。チームには勇、そして佐藤という3年生のゴールキーパーも2人いるんですが、その2人の先輩を抑えて代表として選手護身として2年生のカシューゴールを守っています。榎本さん、はい、その勇選手からもいろんなことを教えてもらったそうです。勇選手も託していると話していました。うん、右サイド抜けていく8番の大坪、うまく体を入れ替えましたが、まあ、体張って守る、もう一度拾う大坪、浮かせて13番の藤村、旗が上がりました、オフサイド。まあ、先ほど名前が上がりました3年生のゴールキーパーの勇、まあ、去年は、ね、あの夏の四国総体で実は正守護神 で、うん、で準優勝に貢献したという選手なんですが、はい、その勇と歌手、まあ、こういったポジション争いもある中で悔しさもあるとは思うんですけども、本当に先輩たちがいろんなことを教えてくれたんだと歌手は話をしていました。仲間の思いを背負っています。徳島市立ベンチ動きがありました。はい、14番の柴田選手が今準備しています。葉の浦中学校の出身です、柴田優馬、体力自慢の選手。その柴田が呼ばれています。9番の本木、ここを奪い返した徳島市立、右サイドから強引に抜いていきます。ドリブルでスピードに乗る、ゴール前には11番の鈴木がいる。野々村のクロス、鈴木が拾い直す、下げてキャプテンの小田、ワンツーから抜けてゴール前に侵入、クロスが来ますがこれはタッチはありませんでした、ゴールキックになります。さあそして選手交代、6番の河村に代わって14番の柴田がピッチに投入されます。この柴田も怪我に泣いた選手です。
5月の中旬に右足首を骨折、なんとかこの決勝選手権の舞台に間に合わせようとリハビリとトレーニングを重ねてきました。その柴田がピッチに投入されます。徳島市立高校はコーナーキック、今度は右足で蹴ります野々村です。ぐっと曲げてこぼれ球、12番の瀬口、体に当たりましたが加州が抑えています。途中投入の柴田は今右サイドにいます。この選手が柴田、14番の選手です。いや左サイドですね、失礼しました。その柴田選手、怪我の話がありましたが、はい、利き足の右がほとんど使えず左ばかりで練習していたので、1、2年の頃は外ばかりだった攻撃パターンに 中に入り込むプレーが加わったということです。まさにピンチがチャンスになったということですね、ハジさん。そうですね、いろいろプレーに幅ができた時だったんです ね、はい、この柴田のスローイン、8番の山座、このパスは合いませんでした。タッチ終わって徳島商業のスローインになります。徳島市立は今サイドの選手、左に笠原、右に柴田という並びになっています。はい、徳島商業は先ほど査察が入ったことで左にいた湯浅が右に回っているという状況です。そうですね。さあ右サイドから柴田のクロスが来る、逆サイド10番の林を狙ってきました。8番山座、水色の猛攻が止まりません。11番の吉田のクロス、ここは4番の湯浅かき出す。苦しい時間が続きます。まもなく30分を迎えようという試合後半時間、15番の笹津が見送ってゴールキックになります。榎本さん、徳島市立ベンチ、はい、稲川選手が今準備しています。あ、次々と今ピッチに選手が送り出されていきます。この選手も怪我に苦しんだという稲川春人、この間の準決勝の途中出場でやっと復帰を果たしたという選手です。はい、そうですね。空中戦に定評があります。おそらくセンターバックに入るものと思われます。11番、3点目のゴールを奪いました1年生鈴木が下げて、4番の山本から右の裏、14番の柴田のクロスが来る、3番の森がクリア。キャプテンの森、ボールの行く先を読んでいました。野々村が下げて7番のキャプテン小田、ここは焦りません。こういったテンポのいいパス回し磨いてきました徳島市立高校。柴田が仕掛ける、クロスが来た、逆サイド、こぼれ球、10番の林か、8番の山坂、ファールがありました。徳島商業のボールになります。早いリスタート、加州、13番藤村の飛び出しを見ていました。そのままぐっと前に出ていくところですがさせません。9番の笠原、ワンツーでさらに抜けてゴール前には10番の林、その林を狙いますが5番の朝比奈がここはゴールライン逃れます。いや、よく戻りました朝比奈。そうです。そしてコーナーキック、そのコーナーキックのシーンで空中戦は滅法強い3年生の稲川春人が2年生の12番瀬口に代わって投入されます。早速見せ場ですね。そうですね、はい、今仲間とタッチを交わしながらピッチに立てるありがたみを感じたような表情。2年生の山本がその稲川の肩を抱きながらゴール前セットプレーのシーンに向かっていきます。ニアサイド、いきなり来た稲川、押し込むか、押し込んだ、最後山本、稲川が合わせ、その稲川を敬愛する2年生山本光大が押し込んで4点差。徳島市立の猛攻止まりません。いや、2人のゴールですね。いや、彼らの、キックの技術もそうですし、やはり中で競る稲川選手、能力全てが高かったですね。はい、徳島商業上回りましたね。これがファーストプレーです。はい、この空中戦の強さ、完全復活稲川春人、
そして最後そのゴール、先輩のナイスプレーを結果に結びつけたのがその先輩の背を追ってトレーニングを続けてきた4番の山本光大です。湧き上がる徳島市立の応援席。榎本さん、はい、その山本選手なんですけれども、稲川選手はカバーリング、ライトコントロールなど全てで自分の上だと、サッカーが勝ち取って稲川君を見てきて今まで自分は成長できたと話していました。尊敬する先輩、そのファーストプレーがあのヘディング、はい、足にも力が宿ったんでしょうね。そうですね、うん、いきなり結果を残しました稲川。さあ4点のリードを許しました徳島商業高校。ただここからでも徳島商業は足が止まらないのがチームスタイル。まだ7分以上残っています。最後まで戦い抜くのが徳商の魂。今年のチームはコロナウイルスに苦しみました。新人戦自体、夏の総体は2回戦で徳島市立に敗れました。でも厳しい練習、足を緩めませんでした。去年静岡学園に敗れて悔しさを味わった全国大会、その全国大会のピッチの景色というのが彼らの足に力を宿しました。まだまだ諦めきれません。4点差ですが、まだまだ足には力が残っています。榎本さん、その走り込みについてなんですが、はい、副キャプテンの大坪とわ選手が試合で一番きついことが起きたら終わり、だから練習の中できついことをたくさん味わっておこうという小西監督のその走り込みが印象に残っていて、きつい練習にも耐えられるそうです。まあ、彼らにとっては人生という大きな場所でいうと、この試合も人生の練習ですからね。いや本当そうです。はい、はい、さあ最後まで諦めない気持ち、徳商魂を見せつけようという徳島商業。まだ徳島市立の猛攻は続きます。河合のロングスローが来る。グッと伸びてきた。ヒールで落とす。こぼれたボール。また4番の山本が詰めていきました。ここもまだ徳島市立ボール。いや、いいプレスがありました。7番の新貝。この新貝も、そして藤村も、去年は静岡学園戦悔しさを経験しました。あー、そして今藤村がベンチに下がりました。榎本さん、その瞬間涙が止まりません。藤村優、野口さんどうぞ。目頭を押さえています。藤村選手涙を抑えられないようです。そのまま倒れ込んで一度天を仰ぎました。まだ2年生です藤村。この涙が強さにつながればいいんですけども ね、責任感があった証拠ですよね。はい、まだ攻め込む徳島市立。山崎から左の深い位置、5番の河合、クロスが来た。逆サイド柴田が待っている。こぼれ球、林のシュート、加州反応。いや、ここも素晴らしいセーブを見せました加州。何度もチームに勇気を与えています。そうですね、まあ、徳島市立の林君もワンタッチのシュート、すごい技術の高い選手ですしね、はい、それをやはりしっかりセーブした加州君、ハイレベルでしたね、お互いの攻防が。くじけず最後まで戦い抜きます徳島商業。榎本さん、はい、キャプテンの森選手なんですが、最後の笛が鳴るまでポジティブなプラスの声掛けをすることを心がけているそうです。湯浅選手も、たとえ失点直後でも劣勢だとしても、俺らなら後半からでもできる、大丈夫という言葉が力が湧くそうです。あ、このボール回転がかかって残りました。左サイド9番の笠原に収まる。対応は3番の森。ここは森の守備、よく足が出ました。このあたりの冷静さ、悪い流れに流されない男森、安定感のあるキャプテン、大人びたところもあるが本当に頼りになると小西監督も全幅の信頼を寄せます。裏に抜けてきた11番の鈴木、ゴール前には10番林が来た。こわ合わせきれず枠の外。小西監督も立ち上がって選手たちに勇気を与えます。小西監督は話します。去年100周年100回大会のピッチに立ったことで伝統の DNA、 魂を知った。ただ伝統校ゆえの昭和感、これが弱みになってはいけないと話をしていました。
選手たちからでも自分に意見をして、そして意見を交わしながらチームを強くしていく、それがこれからの時代大事だと、まあ、そんな中ですね、森であったり、それから湯浅、副キャプテンの中川、大坪、まあ、こういった選手たちが自分にいろんな意見を求めてくるようになったと、まあ、こういった、ね、小さな変化の日を大切にして、これからも新たな伝統を築いていきたいと話をしています。残り時間は3分を切っています。特賞1点ね、展開したいですね、はい、本当に。榎本さん、はい、徳島市立応援ベンチです。徳島商業のその伝統の一線を知る人が OB として今日の応援に駆けつけています。うん、21年前に全国大会に出場し、徳島商業高校に3対0で勝った村田智也さんが駆けつけています。はい、自分たちのサッカーをして勝ち切ってほしいと話していました。いや、もうこの伝統の一戦というのが間違いなく徳島県の高校サッカーを引っ張ってきたことは間違いないですからね。そうですね、はい、この舞台に憧れて多くの中学生がオレンジ、そして水色のユニフォームを着て戦うことを願う、これが徳島県高校サッカーを強くしていくんだと両チームの監督は話をしています。10番の吉岡前に送る、先ほど選手交代も行われました。榎本さん、その10番の吉岡選手なんですが、はい、母めぐみさんが2回戦の徳島科学技術高校戦で周りに声をかけてアドバイスを送る姿を初めて見たと話していました。あ、そうですか。どちらかというと背中で引っ張るタイプなんですが、あ、ここは空中戦高さを見せる稲川、こぼれ球の山田のミドル、強烈な一発が出ました。5対0、徳島市立大量リード、手を緩めません。去年悔しい思いをした2年生の山田、そうですね、個人としてもリベンジを果たしました。しかしすぐさま徳島商業のキャプテン森が仲間たちに声をかけます。いや、うまく振り抜きましたね。いや、よく抑えて、ね、打ち切りましたね。そしてその直前も稲川が競り勝ってるんですよね。そうですね、去年の悔しさを晴らす一挙5得点、徳島市立強さが光ります。しかし3年生にとっては集大成、徳島商業諦めず攻め込んでいく。7番新貝、左サイドで切り込んでくる元木、8番の大坪、しかし前に出た9番の笠原、右に振るヒールでコントロール、10番の林、さらに抜けていく9番笠原、ゴール前には2人選手が入ってくる、笠原自ら行った、6点目徳島市立、決して手を緩めず見据えるは全国の上位、ライバル徳島商業から6点を奪いました。いや、笠原選手途中で出てきてずっと躍動してましたけど、最後、はい、結果出しましたね、得点という形でね、最後もね、落ち着いて左足で決めていきました。いや、右利きなんですけれどもね、非常に左足でテクニカルのシュートを決めましたね。その間に選手交代、5番の河合に代わって18番の尾江を投入、5人の交代を使い切りました徳島市立。今プレーが再開されました。6点ビハインドになりました徳島商業、アディショナルタイムは4分、残された時間は4分です。この4分の戦いが明日へとつながります。飛び出したのはチームの守護神、日本高校選抜の守護神です、藤沢春、一発で裏を狙った18番大江のボールでした。徳島商業、コロナにも負けず、そして結果が残らない、非常に苦しいもどかしさにも負けず、この決勝の舞台まで、この選手権に照準を絞って勝ち進んできました。彼らにとっては夢のピッチ、3年生にとっては最後のピッチ、一体何を残すのか。しかしその徳島商業に最大限のリスペクトを持って一切手を緩めないのが徳島市立高校。まあ、当然ね、ライバルたちの気持ちも背負ってこれから全国に向かうわけですからね、徳島市立は。そうですね、さあ裏に抜けてきた10番の吉岡、藤沢が前に出ます、
今大会の勝ち上がりを見ましても、準決勝で小松島高校と1対1 PK7 人目までもつれ込む、そういった非常に際どい試合を制してこの決勝の舞台に進んできた徳島市立、今年のチームうまくいってないんじゃないか、そういった声もあったと川野監督は話をします。しかしチームの力が噛み合って目指すものが結実すれば全国でも上位を狙えると信じていた今年のチームです。さあボールを奪って9番の元木、4番の山本のクリア、ここも全力体を投げ出してのクリアです。縦に入った7番の新貝、右サイドには10番吉岡、24番の佐久本、3番のキャプテン森がここまで来ています。10番吉岡、クロスが来た、2番の花房が弾く、15番の佐々津、8番大坪、1人かわせ倒れた、フリーキックを得ます。さあ絶好の位置、自らボールを受け取りに行きました大坪とは肩で息をしている状況ですが、チームのために前線で体を張りました。まだ気持ちは折れていません徳島商業。ボールの後ろに構えるのは10番の吉岡、徳島商業の10番です。キーパーは藤沢、日本高校界を代表するキーパーです。さあこの勝負、壁に当たった、もう一度狙った、しかしまだ弾く徳島市立、そしてここもカウンター、全力でライバルに挑みます、最強のチャレンジャー徳島市立高校。ゴールキーパー藤沢のクリア、そして今試合が終了、圧倒的徳島市立高校強さを見せつけて王座奪還、20回目の頂点、19回目の全国への切符を掴みました。悔しさを晴らしました。そしてライバルたちに声をかけて回ります。キャプテンの小田、徳島市立高校リベンジ達成。しかし徳島商業も懸命に戦いました。林さん、はい、まずは勝者を称えましょう。そうですね、はい、徳島市立高校に